はい、園芸ラボです。今日は園芸ラボで採れたフリージャーたくさん採れて、きっと800球ぐらいあったと思うんですけど、ちっちゃいのは今全部プランターに植えてしまったので、この残ってる5球を地に植えてみたいと思います。で、まず鉢ですけど、普通に考えたら黒ポリですね。12センチの黒ポリに3つ3球上三角形で植えてみたいと思います。植え穴、フリージャーは排水を比較的好むので、これちょっと自分で開けた穴なんですけど、もうちょっと大きくした方が生育はいいと思いますので、もし自分で開けれるタイプだった場合は植え穴を大きくして排水を良くしてあげてください。はい、こんな感じで、あかんわ、手が滑る、トシアであかんわ、はい、はい、はい、こんな感じでいきました。で、これに本当はゴロ土とか入れてもいいんですけど、フリージャーの場合は上に覆土が結構厚く植えることになるので、自分の根が伸びるスペースですね、根が伸びるスペースを今なくなってしまうので、これはゴロ土を入れないでおきます。そして土ですけど、このような赤玉土と育苗培土、鹿沼土の混合土で普通の球根は育つんですが、フリージャーはアルカリ性を非常に好むため、石灰もしくはクンタンですね、クンタンを1、2割加えて混和して、これを用土に使いたいと思います。はい、入れます。そしてフリージアの場合は、この今植える球根がですね、古い球根が皮だけになってしまって、新しい球根が上にできます。ですから、この部分、これぐらいのスペースがないと球根ができるスペースがないんですね。で、こっから新しいね、牽引根といって、これがこう潜らしていきます。球根を上下させていきます、いくわけですから、そのスペースがいります。ですから、割と深めに、半分ぐらい、6分目ぐらいのところに土を入れたら、球根を配置していきます。こういうふうに三角形に配置します。で、球根なんですけど、大豆粒、このように分球してる、こんなちっちゃいのは本当に大丈夫なのと思いますが、分球してるやつを取ると、これでもう十分開花します。ただし、開花するスピードが変わってきます。大きい球根は早く、小さい球根は遅く開花しますので、球根の粒を揃えて植えないと、同じ鉢に植えても開花が全部ずれ込むということになります。フリージャーの定植期ですけども、フリージャーは、10月ぐらいから球根がホームセンターで並んでいますが、あまり早く植えてしまいますと葉っぱが早く出てしまって、それが寒さで黄ばんでしまいます。あるいは霜で焼けてしまいます。ですから、植え付け適期というのは、今から葉っぱが伸びるか伸びないか、寒くなってきた時に葉っぱがあまり伸びないような状態、そうすると葉っぱが寒さで焼けないということになりますので、植え付け適期間違えずに植えてください。こういうふうに球根を三角形に配置しました。で、これはまた別の球根の大きさを揃えて植えていきます。で、支柱、フリージャーは切り花用に品種改良されたものですから、支柱ですね、支柱を立てて切り花が倒れないように、あの茎が倒れないようにする必要があるので、この鉢の大きさも支柱が立つ深さでないと支柱を立てることができなくなります。ですから、そこら辺も勘案してください。それと、大きい球根は草丈が高くなりがちです。ですから、小さい鉢植えの場合はあまり大きい球根を選ばない方がいいということになります。で、上に覆土します。これで球根が隠れるくらいですが、さらにこの上の部分、球根と同じ高さまで覆土します。これで覆土、だいたい球根と同じ高さまで覆土しました。深い鉢を使っているようでもこんなぐらいですね。で、冬場はフリージャーは乾燥を好みますから、あまり水をやる必要はありません。ですから、もっと極端なことを言うと、ウォータースペースが多少なくなっても深めに土を詰めておけばいいということになります。はい、こんな感じで出来上がりました。今から置いておく場所というのは、だいたい20度ぐらいの温度のところで、野温が10度ぐらいのところに置いておくといいでしょう。で、玄関機は8度以下にしないような形、葉っぱが焼けないような形で5度以下にしないようなところに置いていただけばいいと思います。お日様を非常に好む植物ですから、日陰に置くことはできません。ですから、室内に取り込む場合でも窓辺の光がふんだんに当たるところに置いてあげてください。そして水分ですけども、
加湿は嫌います。ですから普通の植物より若干控えめの感じでお願いします。鉢の植えている深さがここら辺に球根がありますから、表土が乾いてもまだ水分があるということになりますので、表面が乾いたら乾水、表面が乾いたら乾水ということで大丈夫だと思います。園芸ラボでした。皆さんもフリージア植えてください。花セットを作って作成中です。楽しみにね。